ブルーノルジはフランスとイタリアの元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションは FW。1989年に父のワルテルルジが設立した FC シャンブリーに2001年まで選手として在籍し、同年から同クラブの監督としてチームをプロに導いたことで知られている。1979年に US シャンティリーで選手となり、 1982年に US セルダムケルクに移籍。1984年に AS クレールに移籍したが1年で退団した。その後は無所属が続いたが、1989年に FC、シャンブリーの初代メンバーの一人として選手復帰。県リーグ5部から県リーグ1部にまで昇格した。2001年に監督に転校。 翌年に地域リーグに昇格したのを皮切りに3年ごとに昇格し、2010年には全国リーグのフランス全国選手権3に昇格。2012年にフランス全国選手権2に昇格。2014年にフランス全国選手権に昇格。2019年にはリーグ2に昇格した。 2020年5月1日には19年間勤めた監督からの退任を発表したが、7日にスタッフや選手、サポーターの表情を見て、これを撤回した。父のワルテルルジは FC シャンブリーの設立者で会長としても9年間の職務を行った。シャンブリーの元監督で現会長のフルビオルジとは兄弟である。ありがとうございます。